今日は柔らかジューシーな焼き豚チャーシューを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は柔らかジューシーな焼き豚チャーシューを作りたいと思います。はい、ということで今日は柔らかくてすごく美味しい焼き豚チャーシューを作っていきたいと思います。焼き豚チャーシューは煮込む時間がちょっと長いんですけれども、作り方の工程は簡単です。要所要所美味しく仕上げるコツ、そして柔らかく仕上げるコツもあります。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。豚バラブロック、長ネギの青い部分、生姜、ニンニク、調理酒、サラダ油。味付けは醤油、砂糖、オイスターソースです。あとですね、豚バラブロックを煮るのにお水も使います。今回の味のポイントはこちらです。このオイスターソースで旨味がアップしてとても美味しくなります。あるいはこのお砂糖を蜂蜜で代用するとコクがアップしてとても美味しくなります。お砂糖と醤油だけでも作れるので、あるもので作っていただけたらと思います。もしあればぜひオイスターソースを入れてみてください。はい、ということで今日はこちらの材料で作っていきます。はい、それではですね、少しお肉の下処理をします。今回はね、豚バラのブロックを使います。これね、結構少ない量で 350g ぐらいかな。結構少なめです。豚バラの選ぶコツなんですけれど、油が4でお肉が6ぐらいの割合がおすすめです。表面にフォークで穴を開けていきます。こうすることで味が染み込みやすくなります。はい、ということでお肉の下処理はこれで OK です。それでは早速作っていきます。まずですね、豚バラブロックを油で焼きます。そうすると余分な油が出て美味しいチャーシューに仕上がります。はい、ということでまずサラダ油ですね。でこれで火にかけましょう。で少しフライパンを温めます。はい、中火にしてお肉の脂身を下にして焼きましょう。でこれで全体的に焼き色をつけていきます。あとこうやって最初に焼いておくことで煮崩れしにくくなります。だいたい3分ほど焼いたら裏返します。おー、いい焼き色。はい、こんな感じでカリッと仕上がってますね。で片面も焼いていきます。はい、そうしましたら次に側面も焼いていきます。こうやって少しやけどしないようにコトングなどで押さえつけながら焼いていきましょう。はい、いい感じに焼き色が全体的についたら OK です。そしたら火を止めます。結構ね、油が出たの分かりますかね。こんな感じで油が出ました。はい、それではね、豚肉を煮込んでいきます。この煮込む作業をすることでお肉がとても柔らかくなります。はい、そうしましたら鍋にお肉を入れて水を加えます。で水はお肉がしっかり浸かる程度まで入れましょう。はい、このようにしっかりと浸かるまで入れてください。でここに長ネギですね。で長ネギはこうやってね、ちぎって入れちゃって OK です。そうするとちぎったところからネギの旨味とかも出てくるので、ちぎって入れちゃいましょう。そして薄切りした生姜3枚ぐらいですね。でニンニクもそのまま入れます。そうしましたら最後にここに調理酒ですね。はい、で調理酒を加えることでお肉の臭みが取れてより柔らかく仕上がります。ちょっとねタプタプなんですが、これで火にかけましょう。はい、一旦蓋をします。このまま沸騰するまでちょっと強めの中火にかけます。はい、沸騰しました。そうしましたら火を弱めてください。あとは弱火でじっくりと煮込んでいきます。そうすることでとても柔らかくて美味しい焼き豚に仕上がります。はい、途中で水が減ってきたらまた加えてください。でこのまままた加熱します。はい、時間が経ちました。それでは開けたいと思います。オープン。はい、おー、美味しそう。こんな感じでいい感じに柔らかく仕上がってます。そうしましたら一旦このお肉を取り出します。はい、取り出します。はい、この煮汁お玉1杯分ほど取っておきましょう。はい、フライパンに先ほどの煮汁お玉1杯分を入れて、でここにお醤油と、そして砂糖、そしてオイスターソースを入れます。でこれで火にかけましょう。はい、少し混ぜます。お砂糖が溶けるまで火にかけます。にタッチしたら一旦火を止めて、ここに焼き豚を入れて、でそうしましたら弱火にかけます。であとはこうお玉とかで上からこうやって煮汁をかけます。でそしてたまにこうやって向きを変えつつ、ちょっとねこう優しくひっくり返しながら3分ほど煮込んでいきます。で少しこうタレにもとろみがついてきたところで火を止めましょう。でそうしましたらこのまま少し粗熱を取ります。でもしさらにですね、お肉に味を染み込ませたい場合は一晩寝かせてください。そうするとさらにギュッと味が染みて美味しくなります。ということで今回は味をね染み込ませたいと思います。今回のこのタレはすぐ食べれるようにちょっと濃いめに仕上がってます。なので漬け込む時はこのタレを先ほど煮た煮汁で少し薄めて漬け込むようにしてください。でまずここに先ほどのねお肉を入れます。はい、でここにタレもね一緒に入れます。この煮汁を加えてちょっと薄めます。はい、こんな感じね。はい、加えます。こんな感じでちょっとタレを薄めて混ぜて、で少しね味見してください。ちょうどこのぐらいの濃さに仕上がってほしいなっていうぐらいの濃さにしてください。半熟ゆで卵を茹でたのでこれも一緒にね入れたいと思います。そしたら空気を抜いてください。はい、空気を抜いて口を閉じて、はい、袋に入れる時も粗熱を取ってからなんですが、さらに冷蔵庫に入れれるぐらいまで粗熱を取ってから、冷蔵庫で半日から一晩寝かせましょう。はい、1日経ちました。それでは開けてみたいと思います。わー、味が染み込んでおります。で最後ねチャーシューにちょっとかけたい汁を煮足したいと思います。はい、今気持ちタレにとろみがついてきたので一旦ここで火を止めます。はい、それではねチャーシュー切っていきたいと思います。お好みの厚さに切ってください。わー、めっちゃ美味しそう。ではね食べやすい大きさに切っていきます。めちゃくちゃ美味しそう。はい、こんな感じです。すごい美味しそうですね。はい、こんな感じにカットし終わりました。では最後にこちらに先ほど温めたタレをかけて、このまま1分電子レンジで加熱します。そしてまたタレをかけて30秒ほど温めるとよくタレが染み込みます。はい、それでは卵もねカットしたいと思います。カットするときはこういう糸を使うと綺麗にできます。ミュッと当ててシュッと取ります。はい、いきます。オープン。うわー、見てください。めちゃくちゃ美味しそうに仕上がりました。はい、チャーシューが仕上がりました。それでは盛り付けたいと思います。はい、これで焼き豚の完成です。こんな感じに仕上がってます。こんな感じでこの側面にも色が染み込みます。こちらをねお好みでやっていただけたらと思います。表面がちょっとピンクがかったままでもとても美味しいので、お好みの食べ方で召し上がってください。はい、ということで完成しました。はい、こんな感じです。すっごく美味しそうに仕上がってます。はい、ということで早速いただきたいと思います。いやー、めちゃくちゃ美味しそう。もう煮込んだ甲斐があるっていうぐらい美味しそうですね。それではいただきます。すっごく美味しいです。この脂身の部分も余分な脂が抜けてるのでジューシーなんだけど、このしつこくない脂感、そしてしっかり中まで味が染みてる感じが最高に美味しいです。即席で作ったゆで卵いただきます。ですね、まだ1日しかつけてないんですけど、黄身の中までしっかりとこのチャーシューのうまみと、あとは香味野菜のネギの香りとかが映っててすっごく美味しいです。あ、そういえばと思って即席でこうゆで卵を茹でて入れたんですけど、ぜひ皆さんやってみてください。めちゃくちゃ美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチャーシューを作るポイントなんですけれども、まずはじめに味がしっかりと染み込むようにフォークで数箇所穴を開けました。その後ですね、多めのサラダ油で焼きました。茹でる前に多めの油で焼くことで余分な油がしっかりと出て、とても美味しいチャーシューに仕上がります。そしてですね、茹でる前にあと焼いておくと形も崩れにくくなります。はい、そしてですね、あとはもうじっゆっくり時間をかけてコトコト煮ることですごくお肉が柔らかく仕上がります。で、豚肉を煮込んだ煮汁はそのまま鶏ガラスープの素とか香味シャンタンとかなんか入れて中華スープにもできるので、捨てずにぜひそちらも活用していただけたらと思います。今回のタレについてなんですけれども、タレに絡めて焼き上げてすぐに召し上がれるようにあえて濃いめのタレにしてます。なので今回私がやったみたいに一晩漬け込む時は煮汁で少し薄めてちょうどいいしょっぱさにして漬け込むようにしてください。1日漬け込んだらその煮汁をまたフライパンで煮詰めるととろみがつくので、それをチャーシューの上にかけて召し上がっていただくといいかなと思います。で、あったかくして食べたい時はタレをかけてから電子レンジで加熱するとしっかりとタレも染み込んでとても美味しく仕上がります。冷たいまま食べても美味しいですし、あったかくして食べても美味しいです。食べ方はいろいろあるので、ぜひいろんな食べ方で楽しんでいただけたらと思います。はい、ということで今日は柔らかジューシーなチャーシューを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしているので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。